キングフィッシュは、アメリカ海軍の潜水艦、ガトー級潜水艦の一隻。艦名は、大西洋西岸では、ニベカ、中部太平洋では、サバカ、南太平洋では、アジカなど、各地で様々な魚の通俗名として使用される、キングフィッシュにちなむ、サザンキングクローカーノーザンキングクローカー、ガストロキングフィッシュは、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港する。 1942年3月2日に、ハリー・エース・チュアート少将夫人によって浸水し、艦長バーノン・ウェル・ローレンス少佐の指揮下1942年5月20日に収益する。キングフィッシュはニューロンドンを出港し、1942年8月31日に真珠湾に到着した。9月9日、キングフィッシュは最初の紹介で日本近海に向かった。 担当海域に到着後パトロールを開始し、9月25日には、北緯33度28分統計135度38分、北緯33.467度統計135.633度、33.467、135.633の潮の岬沖で3隻からなる輸送船団を発見、最後尾の輸送船に対して、魚雷を3本を発射し、 うち一発を命中させたと判断されたが、攻撃そのものは輸送船、高安島あるに魚雷が向かったものの回避された。キングフィッシュは、以後18時間にわたり爆雷攻撃を受けたため被害、状況は確認できなかったが、作戦海域からの離脱に守備よく成功した。10月1日午後、キングフィッシュは、北海33度30分、東海135度30分、 北緯33.500度統計135.500度33.500135.500 135. の和歌山県市江崎沖で東京に向けて航行中の輸送船陽明丸を発見、発射した3本の魚雷のうち2本は陽明丸の船底を通過したが別の1本が陽明丸に命中し瞬時に沈没、それた残りの魚雷2本は 日置町イコボク海岸に漂着した爆雷攻撃の届かぬ深度に先行したキングフィッシュは魚雷を再装填した後航路の紹介を継続した4日後の10月5日未明3時には室戸岬沖で輸送船縦上丸を発見し浮上攻撃で魚雷を3本発射したが命中しなかったその後2週間は 接敵しても攻撃圏内に目標が入ってこない。日々が続いたが、10月23日になって、再び市江崎沖で目標を発見する。キンクフィッシュは、北緯33度12分統計135度15分、北緯33.200度統計135.250度、33.200135.250の地点で、輸送船団を発見して、 魚雷を2本発射し、特設砲艦聖郷丸に魚雷を命中させ、これを撃沈した。翌10月24日未明、八丈島の方向に進路を向けていた、キングフィッシュは檻からの悪天候の中で五福島丸級東墓式、タンカーを発見して、魚雷を2本発射し、1本は当たったのではないかと判断された。11月3日。 キングフィッシュは55日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。改装が施された。11月25日、キングフィッシュは2回目の紹介で、東、シナ海に向かった。小笠原諸島、父島近海を抜けるルートを航行中の12月、レーダーで追跡の後、夜に入って、さらに魚雷を2本発射し、 日本とも、第3日のマルノウェルデッキ部に命中して、ようやく激沈した。翌12月8日午後にも、北緯23度54分統計136度00分、北緯23.900度統計136.000度、23.900、136.000の地点で、推定14ノットで航行する2隻の輸送船を、発見して、 魚雷を三本発射するが、計算ミスにより命中しなかった。12月12日に日滝島近海に到達し、台湾東岸を北上して、台湾海峡北方に出る。12月17日午前、キングフィッシュは、北緯25度04分統計120度59分、北緯25.067度統計120.983度、 25.067120.983の地点で輸送船福山丸に対して、巨雷を3本発射したが、この攻撃は失敗した。攻撃後、キングフィッシュは、アモイ近海を経て、香港と高尾間の交通路に移動した。12月22日未明には4隻の輸送船を発見し、夜間浮上攻撃の絶好機と見て取り、浮上攻撃で4000トン級輸送船に対して、 魚雷を2本発射したが命中しなかった。12月28日夜、キングフィッシュは北緯25度05分統計120度59分、北緯25.083度統計120.983度、25.083120.983 25. の台湾北方海域で輸送船朝日丸を発見し、魚雷を3本発射したが命中しなかったため、 もう3本発射して1本命中させて撃沈した。2日後の12月30日には、北緯25度29分統計122度14分、北緯25.483度統計122.233度、25.483、十2 2 2 3 3の地点で2500トン急下逆線を発見し、魚雷を1本だけ発射したが命中しなかった。 1943年1月7日、キングフィッシュは、北緯25度29分統計122度14分、北緯25.483度統計122.233度、25.483、122.233の地点で2隻の特設艦指定から射撃を受け、最初の船は3インチ砲と20ミリ機銃で8の巣に指定。 1>, 1月23日、キングフィッシュは58日間の行動を終えて、真珠湾に帰還した。2月16日、キングフィッシュは3回目の紹介で、東、シナ海に向かった。3月4日朝、キングフィッシュは、北緯24度23分統計143度18分、北緯24.383度統計143.300度、 24.38343.300の小笠原諸島海域で、トロール船を3インチ砲と20ミリ機銃による攻撃で撃沈。3月10日午後には、北緯22度12分統計120度31分、北緯22.200度統計120.517度、120. 22.200120.517の地点で、 駆逐艦に護衛され15ノットでパラオに向かっていた特設巡洋艦キオスミマルを発見して巨雷を3本発射したが命中しなかった。夕方まで続いた爆雷攻撃をしのいだ後紹介を続ける。3月15日午後、キングフィッシュは北緯25度33分統計121度53分、北緯25.550度統計121.883度、 25.550121.883の地点で3機の航空機の名前を配して航行する台湾航路下客船富士丸を発見し、魚雷を3本発射したが、これも命中しなかった。不設定速点や航空機が爆雷攻撃を行った時、キングフィッシュは海中で息を潜めて攻撃が止むのを待っていた。3月17日夜、キングフィッシュは 北緯24度30分統計120度09分、北緯24.500度統計120.150度、24.500120.150 24. の地点で海軍徴用船天竜川丸を追跡の上、艦首と艦部の発射艦から魚雷を計4本発射し、うち2本が命中して天竜川丸は航行不能に陥った。二日後の三月十九日朝、キングフィッシュは 北緯十五度五十分、統計百二十二度三十分、北緯五点八三三度統計百二十二点五零零度、二十五点八三三百二十二点五零零のキールンを置き、方形所北東百二十五キロの地点で、十五ノットの速力でジグザグ航行しながら南下してくる一席の客船を発見した。この客船は乗客九百十三名を乗せて、 文字からキールに向かっていた台湾航路化客船、高千ホマルであったが、キングフィッシュの元には、かねてからフィリピン造園の軍隊を乗せた重要船が、担当海域を通過するとの情報が入っており、キングフィッシュは、これが、普段の重要船と判断して9時30分に魚雷4本を発射し、1本はそれたが、2本が、高千ホマルの右舷戦争と右舷戦備付近に命中し、 9時39分に、高千穂丸は、急速に沈没していった。高千穂丸撃沈から2日後の3月21日、夜、キングフィッシュは、北緯25度58分統計122度18分、北緯25.967度統計122.300度、25.967122.300 25. の地点で特設放管長白山丸に対して、 浮上したまま魚雷を3本発射したが、攻撃は失敗。攻撃に気づいた超白山丸は、キングフィッシュを見失いながらも、爆雷攻撃を実施したが、キングフィッシュは、浮上状態のまま脱出に成功した。その2日後の3月23日早朝4時30分、キングフィッシュはなおも、台湾沖で、浮上紹介を続けていたが、今度は、高千穂丸沈没で付近を警戒していた側転に、 発見された。キングフィッシュは急速先行して逃れようとしたが、側転の通報で長白3丸に加えて、魔法から特設苦戦艇4隻が潜伏推定海域に急行し、爆雷攻撃を実施した。キングフィッシュは一瞬艦首を海面上にさらしたものの90メートルの深度まで先行した。しかし、 至近距離で炸裂した爆雷が多く、爆発により、推進機軸が湾曲信音が出た。また重油も漏れ出し、電気系統もことごとく破壊され、周辺にいた乗組員が、電気ショックで負傷した。推進機軸を包んでいたパッキングも、湾曲による摩擦で火災を起こした。爆雷攻撃は16時間に及び、8回にわたる。 攻撃で投下された爆雷は68発を数えた。側転、長白山丸らは多量に紛失した気泡や重油を見た。後、3月25日まで捜索を続けたが、海中からの反応がないことから激鎮と判断した。辛くも攻撃から逃れた、キングフィッシュは夕方に用心しつつ浮上し、全速力でこの海域を去った。乗組委員は、互いの無事を喜び合った。 4月9日、キングフィッシュは52日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。本土のメアアイランド海軍造船所に開港されて、艦全体に及ぶ大規模な修理を実施した。キングフィッシュは6月23日に、真珠湾に戻ってきた。7月1日、キングフィッシュは4回目の紹介で、ルソン島方面に向かった。マニラ、 台湾南岸、ルソン海峡で紹介を行い、8月6日夜には、北緯21度40分統計118度55分、北緯21.667度統計118.917度、21.667、118.917の地点で陸軍戦士バフマルに対して、巨雷を3本発射したが命中せず、この攻撃が、この紹介で唯一の戦闘だった。 9月3日、キングフィッシュは56日間の行動を終えて、フリーマントルに帰還した。9月24日、キングフィッシュは5回目の紹介で、南シナ海に向かった。この紹介で、キングフィッシュには2つの特別任務が課せられていた。1つは、セレベストの南部に嫌いを布設すること。もう1つは、ボルネオ島北東部に、 オーストラリア陸軍の FGL チェスター仲裁下6名の将校と将校のための物資5000ポンドを揚陸することであった。10月1日午後、キングフィッシュは、難易07と00分統計117度10分、難易7.000度統計117.167度、マイナス7.000117.167の地点で25トンの小舟を発見し、4インチ方で、 片付けた。翌10月2日夜には、南位05度39分統計119度28分、南位5.650度統計119.467度、マイナス5.650、119.467の地点を中心とする海域に嫌いを付設した。10月6日に、私物海峡に入り、予定地に一連の物資と商工を揚陸させた。 10月8日夕刻から10月9日朝にかけては、北緯05度09分統計119度18分、北緯5.150度統計119.300度、5.150119.300の地点で特務官派や友を発見して追跡し、魚雷を4本発射して2本を命中させて撃破する。スラワシ及びボルネオ水域での特別任務を終えた。 キングフィッシュは、インドシナ半島近海に向かう。10月20日午後には、北緯12度30分、東経109度30分、北緯12.500度、東経109.500度、12.500、109.500の、インドシナ半島、バレラ、岬沖で輸送船3余るを発見し、魚雷を4本発射して2本を、船橋下に命中させ、 サン・アマルは大破漂流の末沈没した。11月14日、キングフィッシュは52日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島。艦長がハーバートエル・ジュークス中佐に変わった。12月16日、キングフィッシュは6回目の紹介で、南シナ海に向かった。1944年1月2日夜、キングフィッシュは北緯霊7度40分、統計112度15分。 北緯7.667度統計112.250度、7.667112.250の地点で5隻の輸送船団を発見。日付が1月3日に変わった直後、北緯08度06分統計112度30分、北緯8.100度統計112.500度、8.100112.500の地点で夜間浮上攻撃により、 巨雷を3本発射して2本が輸送船に命中したと判断される。目標が沈んだと判断した後、ボルネオ島オミリの方向に逃げる輸送船団を追撃し、護衛艦に警戒しつつ、輸送船団に再接近した上、夕刻に北緯06度58分統計112度02分、北緯6.967度統計112.033度、 6.967112.033の地点で7500トン級タンカーに対して、魚雷を4本発射し、そのうちの3本を命中させて撃沈。一連の攻撃で、海軍徴用タンカー竜久島ルを撃沈した。1月7日朝には、北緯08度29分統計116度22分、北緯8.483度統計116.367度、 8.483116.367のパラアン島沖で護衛のない2隻の臨時船団を発見し、南沙諸島の危険水域をすり抜けて、追跡の上、夜になって、北伊零九度30分統計117度10分、北伊9.500度統計117.167度、9.500117.167の地点で船団に再接近して、浮上攻撃により、 魚雷を4本発射し、2本が応急タンカー第3伏見丸に命中して撃沈した。キングフィッシュは続く攻撃で7300トン級タンカーに対して魚雷を4本発射し、1本が命中したと判断される。攻撃後は危険水域を脱出し、バラバク海峡に進路を向けた、ミンダナオ海、スリガオ海峡を抜け、 1>, 1月22日にミッドウェイ島に寄港。1月26日、キングフィッシュは42日間の行動を終えて、新珠湾に帰島した。2月19日、キングフィッシュは7回目の紹介で、マリアナ諸島方面に向かった。この紹介では、サイパン島、グアムと神戸、台湾を結ぶ交通路を警戒。 3月30日から31日にかけては、北緯16度08分、統計145度17分、北緯16.133度統計145.283度、16.133、145.283のサイパント近海で、爆雷攻撃に見舞われたものの大したことはなかった。その一方で、良い獲物にはありつけず、攻撃機会はなかった。4月9日、 キングフィッシュは49日間の行動を終えて、マジュロに帰島した。5月1日、キングフィッシュは8回目の紹介で、小笠原諸島方面に向かった。しかし、この紹介でも、目標不足により戦果はなかった。魚雷を1本だけ発射したが、それは事故によるものであった。6月19日、キングフィッシュは50日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。メアアイランド海軍造船所で、 オーバーホールに入った。また、艦長がタルボットイーハーパー少佐に変わった。10月12日、キングフィッシュは9回目の紹介で、小笠原諸島方面に向かった。10月24日に担当海域に到着し、その日のうちに、北緯27度15分統計143度19分、北緯27.250度統計143.317度、 27.250143.317の地点で輸送船団を発見し、魚雷を4本発射して、海軍徴用船生田川丸に1本命中させて、撃沈した。10月26日夜には、母島と北洋島間の海域で、レーダーにより輸送船団を探知し、翌10月27日未明に、 北緯25度22分統計141度31分、北緯25.367度統計141.517度、25.367141.517 25. の地点で魚雷を3本発射して2本の命中を得る。この攻撃で陸軍船第4東海丸を撃沈。同じ日の午後、キングフィッシュは北緯25度10分統計141度31分、 北緯25.167度統計141.517度、25.167、141.517の地点で、占い守るが高い防艦と、応募式艦艇,艇が護衛する輸送船団に対して、巨雷を3本発射したが命中しなかったと思われたが、戦争が終わってから調査を行った結果、この攻撃で、第138号輸送艦を撃沈したと認定される。 その後は南西諸島方面に向かい、11月7日夜には北緯28度32分統計127度10分、北緯28.533度統計127.167度、28.533127.167の地点で輸送船団を探知して追尾したが攻撃の機会をつかめなかった。11月15日には 北緯28度18分統計128度57分、北緯28.300度統計128.950度、28.300128.950の地点で病院船を確認する。11月28日、キングフィッシュは46日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島した。12月23日、キングフィッシュは10回目の紹介で、 日本近海に向かった。1945年1月2日朝、キングフィッシュは、北緯27度47分統計143度07分、北緯27.783度統計143.117度、27.783143.117の地点で、七島から縦山に向かっていた第4101、船団を発見し、夕刻に、 北緯28度40分統計143度15分、北緯28.667度統計143.250度、2 8 6 6 7十4 3 2 5 0の地点で、タンカーに向けて、魚雷を3本発射するも命中しなかった。好天のためこの日はこれ以上の攻撃ができず、翌一月三日に十時三十分に、北緯三十度十九分統計四十二度零三 北緯30.483度統計142.050度、30.48342.050の鳥島南東180キロの地点で再度第4101、船団に対して攻撃を行い、魚雷をタンカーに対して6本、輸送船に対して3本の、軽級本発射、火脚船芝園丸に魚雷を2本命中させ、放鎮させ、同時に、 芝園丸の左側を航行中の陸軍船、ヤサカ丸にも、魚雷を命中させ撃沈した。これ以降は、戦火はなく、残りの懲戒期間のほとんどを、撃墜された P-29 パイロットの救助艦としての任務に、終始した。2月1日、キングフィッシュは40日間の行動を終えて、アプラ港に帰島。修理が行われた。 3月6日、キングフィッシュは11回目の紹介で、アイスフィッシュ、ソーフィッシュとウルフバックを構成し、日本近海に向かった。広範囲な策的にもかかわらず、攻撃目標に遭遇することはなかった。その一方で、キングフィッシュは幾度かにわたり沖縄戦に参加していたイギリス海軍、太平洋艦隊のパイロットを救助する。その内訳は3月27日に、 空母イラストリアス所属のフレッド・ノッティンガム少佐3月31日に空母インドミタブル所属のウィリアム・スチュアート少佐とその同僚2名の計4名であり4月1日にもインドミタブル搭載機の救援に向かったがパイロットは見つからなかったキングフィッシュは任務海域を離れサイパン島でパイロットを上陸させた4月25日 キングフィッシュは50日間の行動を終えて4月25日に真珠湾に帰還、艦長がトーマスデーキーガン少佐に変わった。6月17日、キングフィッシュは12回目の紹介で日本近海、千島列島方面に向かった。グアム経由で担当海域に到着、7月10日夜、キングフィッシュは 北緯38度19分統計142度32分、北緯38.317度統計142.533度、38. 3 8 3 1 7十4 2 5 3 3の地点で200トン級トロール船に対して、魚雷を3本発射したが、命中しなかった。続いて、北緯38度03分統計142度29分。 北緯38.050度統計142.483度、38.050142.483の地点で、別の200トン級トロール船に対しても、巨雷を4本発射したが、これも命中しなかった。8月5日夜には、北緯50度42分統計156度41分、北緯50.700度統計156.683度、 50.700156.683のバラムシル島近海で2隻の75トン級三パンを発見し、砲撃で一隻を撃沈して、もう一隻を撃破した。また、いくつかの浮遊機雷を爆破した。8月15日、キングフィッシュは55日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。キングフィッシュは8月27日に、 テキサス州ガルベストンへ向かった。真珠湾とパナマ運河を経由し、ガルベストンには9月23日に到着する。10月25日には海軍記念日の式典参加のためオレンジへ向かった後、10月30日にニューロンドンへ向けて出港し、11月5日に到着、1946年3月9日に予備役となった。 その後1960年3月1日に除籍され、10月6日にアルバート・ヘラー社に売却し、スクラップとして処分された。キングフィッシュは第二次世界大戦の先行で9個の従軍聖賞を受賞した。キングフィッシュは12回の紹介で14隻の敵艦を沈め、その総トン数は48,866トンに上る。 朝日丸の沈没原因について、日本側は当初,初、食雷を疑った。1944年7月1日に輸送船、日光丸がこの機雷に触れて沈没した。アメリカ側資料では、キングフィッシュは1月3日未明の攻撃で、竜久島ルを、1月3日夕方の攻撃で、特設運送船、僕久島ルを撃沈したとしているが、僕久島ルは、 日24戦乱に加入中の1月4日に、筑前大島沖で衝突事故により沈没。ありがとうございます。